味で言うとね、何のタレ？これ何のタレですかね。甘いやつですね。チリ、そう。生春巻きみたいな。生春巻きみたいな。それで買って。ちょっと待って。春巻きってこんな感じでタレかけないと。うわ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 。うわそう。これが白かったな。もうやめてよ。ねえ。食べないように。マヨネーズいらんわ、マヨネーズ。あ、どここでか、このまま行こう。熱いか、キンクで、熱いか、キンクでよ。熱いで、熱いで。みんなが、なんか多分これサムネにならねえから、頼むで。なんか熱い、熱い、うん、熱い、うん、おいしい。おしゃれもめっちゃおいしいし、なんだよ、なんかみんな野菜ばっかり。おいしい。おいしい。春巻きの食べ方ではないよな、確実に。あの、今まで見たことのない食べ物の食べ方。うん、なんかこれ何？何が入ってんのこれ。野菜がいっぱい入ってます。サラダみたいな。野菜がいっぱい入ってるんですか。じゃがいも、人参、じゃがいも、人参、きゅうり、はい、あと大葉、うん、あと玉ねぎ、はいはい、あと何入ってるんやろ、あ、いろいろ野菜。カレー、おいしい。カレー粉、カレー粉、電化す、もういろいろ入ってます。おいしい。タレが美味しい。タレが美味しいんや。タレがめちゃくちゃ美味しい。本当にいろんなもの入ってる。野菜が。あれもう止まりません。マリアさんがもう止まらないような。はい、さっきあのマリアから。サソリをおすすめしたら、早速隣のお姉さん方が、うん、豆腐に続き刺さるまで、うん、これこれがやっぱりこう女性の強さなんですよ、うん、やっぱね、女性ってやっぱ探求心旺盛でね、チャレンジ精神も旺盛でね、さっき男性の人、恐る恐る見てた場所もね、うん、写真だけ撮らせてください、サソリあれやで、遊ばれてるようにこう撮らなあかん、この匂いで挟まれてるように見たと。なるほどね。相手さんと、あ、そうそう。あ、それは相手から取ってもらう。はい、私もあざとにやりたかった。あ、そうね。あざとやりたかった。じゃあちょっとごめんね。はい、じゃあ、 面白く食べて終わったから。面白く食べる、食べる。じゃあ面白く食べたもの終わったからカットだな。やってください。ディレクターやもん。ちょっともらってやれこれカット今今お母さんが面白く楽しい撮ったからあとは切ってってあのディレクターみたいな感じでそんなディレクションまでしたね2人でよね2人で行っててもこんなふうに行ってくれるっていうことだねでも一旦尺八これかって北海道行って伊藤でね、はい、そうなんですよ初めて見ました僕仕入れるって取ってきて伊藤食べさせてくれよ釣りバカが3生地かうちがサービスで出すから伊藤ちょっと食べましょう、あれはね料亭とロシアに輸出するぐらいで、はい、日本人の食卓に登らないのまずない料亭しかないだから味だけ見て帰って刺身だそっちやろ刺身刺身サービスでサービス絶対ない料亭行かないいやほんまに YouTube やっててよかったなっていう瞬間ですよ伊藤食べれるって羨ましい
色がもちろん、色がすごい、色は鮭の色だけど、鮭の色、鮭の色だから色はそんな色すんないけど、タラでもない、鮭でもない、貴重なものということで、そうね、角にある、さあ幻のまともに出てます。なんか何だろう、甘い、ちょっと甘い、甘さがある。なんか私川魚だからめっちゃ臭いのかなと思って、臭いのかなと思ったけど、なんか甘い、甘いんや、美味しい、淡白、でも淡白、美味しい。幻のお魚、伊藤、はい、え、美味しい。あのね、味で言うとね、伊勢海老めちゃ美味しい、これ伊勢海老、伊勢海老、あーでもそのエビの甘さみたいなのがあると、エビの甘みがあるよね、エビの甘みある、川魚、うまいんだよ、エビって言われたら、うん、エビでしょ、エビ、伊勢エビの、うまい、うまい、おいしい、めっちゃおいしい、食べよう、写真撮っていいですかって、写真撮って、あ、どうぞ、会社で一枚したいんだって、あああ、そっか、ママが写してくれる、ママ、はい、はい、チーズ、はい、取れました、どっちがいいか見てください、お兄ちゃんごめんなさい、僕も取るの、当たり前は裏しい、はい、裏です、あ、ほんと、うまっ、もちろんチビちゃんも、あ、チビちゃん、チビちゃん、可愛いわ、これは上手に取るで、チーズ、はい、じゃあ、お兄さん待ってください、ありがとうございます、可愛い、可愛い、ね、何歳、18歳、可愛い、可愛い、大学生、いいな、顔写しても大丈夫、やったー、可愛い、これ何してくれて、女性同士だから、そっちは3人だから、さあ記念撮影会がありがとうございます、お兄、ありがとうございます、あ、ここ落ちた、ありがとう、楽しいな、これめっちゃいいじゃん、もう全部やりたい、やりたい、じゃあドレミがピーピーするの、全部撮れた、あ、お前ありがとう、ありがとう、え、そっちも有名人じゃん、僕は全然有名人じゃないです、僕はただの裏方なんで、裏方で有名人だよ、できないでしょ、できないでしょ、みんなが羨ましい、横に置いて、そうなんですよ、ここに来て普通のやつ初めての初めての、初めてイモリとか行きました、イモリね、イモリはマジでマジでちょっとなんかね、鼻から抜けるのなんかどこか、あのね、上半身だから、なんかイモリの上半身がどこかっていうのも分からへんけど、顔から半分美味しいんですけど、顔から尻尾、そもそもなんか多分耳の部分が腐ってた、嘘、まずくて話のネタには食べられなかった、やる、ラクダコブ食べたよな、食べられました、ここでじゃないですか、違うところで、違うゲテモノ料理屋さんで、はい、トドも食いましたし、はい、あとウーパールーパー、ウーパールーパーも食いました、可愛かった、うん、とにかくママは食べ物が食材にこだわるんでね、地方に出向いて、すごいパワフルな日本の中でやるんやけど、これはなんだか北海道行ってこの伊藤とかもう入れへんよ、伊藤さん、これがってそんな置いてるんじゃないでしょ、タイまで行って仕入れるすごいタイまで行って、すごい、熱量がすごい、今でも綺麗やろ、昔は綺麗やろ、昔は綺麗やろ、いやいや山本十分分かれへんけど、そうやって結婚してる方が女の子声かけたりするやん、それがアカンっちゅうことだよね、あ、これ何最初回でもダメよ、ダメだ、あれね、どれ掘り出すの、ちゃんと店内ナンパはダメよ、ダメダメ、あー、はいはいはい、今は自分で喋れるから、ダメよ、ダメダメ、それで掘り出すの、で、独身の人がここで恋愛してるのはええねん、あー、なるほどなるほど、だから結婚しましたって聞いてる子ら多いよ、これはじゃあもうマニア、週1で通わなあかん、なんでやねん、週1で、確かに、まあ35年
35歳で結婚するから、ここで運命の人が見つかる、ここで運命の見つかるかもしれないですよね。見つかるかもしれない。確かに、すれ違いだからね。関西来るためにここやる。ここで旅行はやる。あ、そうなんですね。今年は沖縄首里城燃える前に行ってきました。へぇ、このお店の人らで行くんですか。普通慰安旅行じゃないやん、こういうこのぐらいの。はい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 、慰安旅行な、店長。今年の慰安旅行は首里城行って燃やして。そうそうそう、燃やして。燃やして。いやいやいや、もう毒がやばいな。最後みたいな。サソリさばきすぎたんちゃうか、ちょっと。いや、燃えたわ、ね。サソリの毒が、まあ、口に回ってもらったの。ママの男に喋ってて。はい、すごいなっつって。で、違う、女性らしく見えてるのになんで男気を言うわけ。男やろ、こういうの。店長、喧嘩して一回やめた。大ピスト。大ピスト。ばっかり言って。いや、ほんまに店長がお客さんにお前とか言ってる、久しぶりに言いました。いいな、この雰囲気は。いい間柄です、ね、素敵です。まさか夫婦いうことないよ。やめてやめて言われた。いやいや、彼は性格良さそうだから、もうすでに初対面になったかもしれない。いや、もうすごい。で、こっちはまだシングルだから、だから失礼なこと。シングル、シングル。すごいすごい、やっぱりね、人を見る目がある。いいか、マリテママ、知らないよ。なんちゅう、なんちゅう、YouTube。私、YouTuber。YouTuber、チャンネル。ただ、あの、オタクのパンピー。あの、パンピー。チャレンジャー。でもセンスあると思いますね。センスはね、二人。はい。何の躊躇もなくサソリ食ったんで。いやいや、絶対チャレンジャー。届いて、食べるまでがめっちゃ早かった。美味しかった。やめろ、はるかさんも。今日もやっおやすい。そんな飲み代とサソリ代だけもらった。なんで他のものはうちコマーシャルで宣伝してくれるのありがたいやん。あ、ほんまですか。うん、またあの別のお酒飲む番組もあるんで、それでもまた来させてもらいます。ありがとうございました。ありがとうございました。おいぴー、ありがとうございます。すいません、お騒がせしました。ありがとうございます。また言ってやってくださいね。すいません、お騒がせしました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ちょっと待って、なんでビニール傘持ってきたのに。持ってけんで。じゃあ後ろ背を向いて。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、なんかしてくれるの。何宇宙人。これ、あの不浄なものを、はい、よいしょ。出てる。お兄さんも。あ、じゃあ俺も。どうぞどうぞ。ありがとうございます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 。最後まで引き続き。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また来ます。ということで、朝から大阪ボーイピープロプレゼンツ。最高。どうでした？最高でした。最高でした。もう最後の締め抜群でした。樋口医師でね。バリサービスしてくれた。私ちょっと遠目から見てましたけど、お会計。ってなりましたと。いうことで、うん、今日の合計が、はい、まず1600円でしょ。まず1600円一つ目がねかかりまして、でその後に2件目が130円。で3件目が予定変更したやつが何を変更したんですか。4100円。4100円ぐらいね。で、ここは2500円ということで、8000ちょっとですかね。うまい。センメロクラブより。うまかった。うまい。センメロクラブよりうまかったですね。上手なお金の使い方しました。で、最高、ほんとに。でしょ、別にそのなんていうんですか、IT 企業の社長じゃなくても、スポーツ選手じゃなくても、女性を楽しめることができるでしょ。できる。ね。うん、実証されました。実証されました。それは。じゃあ、最後の締めの言葉。はい、ということで、最後、最高のお店に。最高でした。本当に。はい、ありがとうございます、兄さん。楽しすぎました。明日からまた、頑張りましょう。仕事頑張って、はい、スロットも頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、OK。 ありがとうございました。ありがとうございました。すみません。私やっぱ酒弱いな。お酒飲むために改めて思うね。弱いな、弱いなって。